ここではジミヘンドリックスの、The Wind Cries Marley のイントロのギターの弾き方の紹介を行いたいと思います。まず演奏を聴いてください。といったパターンになります。このパターンはですね、まずコードなんですが、E フラット EF というコード、そして、それに対して次はベースをサードベースにしたパターンの交互のパターン、繰り返しになってます。まず最初の E フラット、通常、E フラットの5度コードとして、5弦の6フレット、そして4弦、3弦の8フレットと押さえるんですけども、これに6弦の6フレット、フィフスノートを足して6弦から6688とやります。そうするとですね、ベースが、5度ベースですねとして演奏できます。でそのまま半音ずつ上げます。 E フラット F E フラット E F、そして次のコードなんですが、E フラットなんですが、ベースがサードベース。まず、押さえ方ですね。人差し指で5弦から4弦まで、5、4、3、3弦までの8フレットですね。押さえて、そこに薬指でハンマリングします。そうすることによってサードベースですね。ということは、G 分の E フラットとなります。そして次にそのまま移動しますので、 G シャープ分の E、 そして A 分の F というふうになります。これのリズムなんですが、1 and 2 and 3 and 4 1 and 2 and 3 and 4 and 同じように1 and 2 and 3 and 4 and、 そしてもう一回1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3、 ここで最後のリックです。という演奏になります。これは F のメジャーダイアトニックですね。6弦の13フレット、こちらを薬指で対応します。そして5弦の10フレット、人差し指、ここから10から12に人差し指でスライドします。タタタタ、そして4弦の10、そして4弦の12、12から10、そして5弦の12からグリッサンド で最初のコードの C に行きます。これはここのパターンはんタタタタタタ16ですね。タンタンツタンツツツツツ、ポイントはタタタ
筆はとても早いので、気をつける必要があります。もう一度いきます。シーフォーン。皆さんも、ぜひ挑戦してみてください。それでは失礼します。